はい、こんにちは。自由公募の古橋です。今回はですね、岐阜県の庄川にあります一色の森キャンプ場というところに来まして、前回ご紹介したコールマンのですねクイックアップドームテントですね、こちらの実践レビューをご紹介したいなと思っております。初日と午前中にですね雨が降ったもんですから、まあ、こんな感じでタープとテントをですねコンビネーションで貼ってみました。やっぱちょっと小さいですよね、そのテント自体はね。まあなんかこうちょっとあまり小さくて、なんていうのかな、カプセルホテルみたいな、そんな感じにも言えますけどもね。はい、まあこれはこれで可愛いかなと思います。まあ前室がないのでね、こうタープをちょっと前向きに前にちょっと出して使ってます。タープはね後で動かすこともできますから自由ですね。実際に中に入ってみるとですね、こんな感じで、ちょっと狭いんですよね。まあ大人が一人でいっぱいかなという感じですね。はい。まあちょっとこう左右に微妙に隙間はありますけども、まあサームレストを引いたらもうこれで1枚分という感じですね。はい。まあコット、ローコットぐらいでしたらね、入りそうな感じですね。ただね、二人っていうとこう厳しいですよ。よっぽど仲が良ければいいですけどね。はい。はい。まあ、こんな感じですね。はい。今日はあまり荷物を入れてませんけど、まあ、荷物をね、隅っこに並べるくらいはできるかなと思いますけど、ね、狭いと思います。はい。まあ、昼でもね、中はね、これぐらい暗い感じですね。はい。まあ暗いのでね、朝遅くまでゆっくり眠りたい人はいいかもしれないですよ。まあ、ゆっくり眠れるかもしれないですね。はい、おはようございます。ちょっと二度寝しちゃいましてね。昨日ね、ちょっとあちこち痛くてよく眠れなかったんですね。腰が痛くてね、次回はやっぱコットが絶対いりますね、これね。うん。はぁ、あ。コットはいるなぁ、やっぱりなぁ。はぁ、あ、眠っちゃう。はい、じゃあ、頑張って起きましょう。これダークルームテントですね。結構暗いですよね、やっぱりね。この隙間からはね、こう、明かり入ってますよ。だから、外これぐらい明るいってことですよね。はい。まあちょっとね、中は真っ暗ですね。これ、夏でもこれぐらい暗いんですからね。うん、なんか口コミを見てたらですね、ね朝になったの分からなくて寝坊したなんてね、ことが明るくならないから寝坊したなんてね、ありました。中の寝窓を少し上げてやると少し明るくなるのかなと思いますけど、これどうかな？ダメか。そっか、この内側のファスナーはダメなんだ、網戸だけで。この暗いのはアウターに仕掛けがあるんだね。アウターのシートに、まあ、ダークルーム効果があるっていうことですよね。うん。みんなが暗いわけではないっていうことですね。うん。まあでもちょっと外を見てみましょうか。そろそろ来ていきましょうか。やっぱ小さいですよね、こうね、テントは。もう今日はね、足を出口の方に向けて寝ましたけど、ね、こう座ったらギリギリな感じかな。うん、上にね、多少、ああ上が結露してますね。昨日ね、8度ぐらいまで下がってたんですよ、気温が。はい。まあ、狭さのことはね、男性が座ったぐらいだったら頭がつかないという感じですね。さあ、起きましょう。ということで、起きます。外はどんな感じかな。外は相当明るいですね。腰痛い。
なかなか動けないです。眠れんかったもんね。さあ頑張っていきましょう。外から見るとやっぱり明るいですよね。外はね、ダークルームの効果は相当あったような感じですね。そう思います。ダークルームですね。はい、ご覧いただいた通りですね、今回はコールマンのですね、ピックアップドームテント、ダークルームテクノロジーですかね、を使ってみました。まあ、さっきご覧いただいた通り、これぐらいの時間になっても十分明るさはね、遮光してくれてると思います。ただやっぱり下の方からこう光が漏れてくるので、まあ、完全な真っ暗闇ではなかったですね。まあ、でもゆっくり眠りたい方にとってはいいかもしれません。はい、まあ、朝が来たことぐらいは分かりますんでね。まあ、それとこのテントはやっぱりやはり思った通り小さいですね。今回はコットも持ってこなかったんですけど、次回はまあコットを入れようと思います。まあ、小さいのでこういったタープと一緒にセットで貼られた方がやっぱり効果的だと思いますよ。前室が全くないので、昨日は午前中というかお昼少し雨が降ったんですね。だからこの前室があったおかげで随分楽でした。そんなわけでですね、コールマンのクイックアップロールクイックアップドームテントですね、実際に使ってみたレビューをねさせていただきました。まあソロならなんとか使えるという感じですね。2人ではとてもじゃないけど難しいですねという印象です。はい、そんなことですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも皆さんに役に立つキャンプの情報を、ね、お伝えしていきますので、よろしければ、はい、チャンネル登録をお願いいたします。以上、重工房のフラッシーでした。伊藤さん、さよなら。眠たい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。